エンジニアの仕事にはフロントエンド、サーバーサイドがありますが、そもそも違いがわからない、それぞれの役割や将来性が知りたいと思う人も多いですよね。この動画ではフロントエンドとサーバーサイドの違いやそれぞれの役割、将来性などを解説していくので、これからウェブ系の開発をしたいと考えている人はぜひ最後まで動画を見てくださいね。この動画が参考になったらチャンネル登録とグッドボタンを忘れずに。こんにちは。今回のテーマはフロントエンドとサーバーサイドの違いについてです。そこでこの動画ではフロントエンドとサーバーサイドの違い、フロントエンドとサーバーサイドが使う言語と役割、フロントエンドとサーバーサイドの将来性について解説していきます。でははじめにフロントエンドとサーバーサイドの違いから見ていきましょう。ウェブサイトやウェブアプリケーションが動くプロセス、工程はフロントエンドとサーバーサイドに分類することができます。フロントエンドとは画面の表示やサイト上での入力情報をサーバー側に伝える部分を指します。簡単に言うと、フロントエンドの役割はウェブサイトやサービスの表示やデザイン、サーバーに情報を提供して必要な情報を要求するの2つです。ウェブサイトやサービスの表示やデザインとは、ウェブサイトの構成を作成したり、ボタンやテキストボックスの作成、配置などデザインに関する機能のことを指します。ちなみにサーバーというのは、ウェブサイトなどを表示するための情報やウェブサイトから送信された情報などを保存しておくためのものです。具体例で考えてみましょう。私たちがウェブサイトにログインすると、ログイン画面が表示されますよね。この画面の表示やデザインを担当しているのがフロントエンドです。また別の例として、ネットショッピングのウェブサイトなどでは、注文した商品の現時点の配送情報を確認できる機能がありますが、注文商品の情報をくださいとサーバーにお願いするのはフロントエンドの役目です。このようにフロントエンドはユーザーとサーバーとの間の窓口とも言えますね。一方でサーバーサイドはフロントエンドから得た情報をもとに、フロントエンドに適切な情報を送信する役割を担っています。例えばログイン情報を入力したら、マイページの情報を提供してくださいとフロントエンド側からサーバーサイド側にリクエスト、要求が送られます。そのリクエスト、要求を受け取ったサーバーサイドでは、そのログイン情報と一致したマイページ情報をフロントエンド側にレスポンス、送信するという仕組みです。このようにサーバーサイドはサーバーで管理している情報をリクエストに合わせてフロントエンドへ渡す係と理解できますね。フロントエンドとサーバーサイドの違いをまとめると、フロントエンドはユーザーが見ることができる画面などの管理や、サーバーへの情報のリクエストを行う役割など目に見える部分を担っており、サーバーサイドはそのリクエストに応じて情報を提供する裏方的な役割を担っています。それぞれが異なる役割を担うことで、ウェブサイトやウェブアプリケーションの動きをスムーズにしているのです。ここまでで、ウェブサイトやウェブアプリケーションが動くプロセス、工程はフロントエンドとサーバーサイドに分類されること、フロントエンドとサーバーサイドの違い、これら2つについてなんとなくイメージが湧いてきましたね。ここからはフロントエンドエンジニアとサーバーサイドエンジニアがよく使うプログラミング言語やそれぞれの業務内容についてより詳しく解説していきます。まずはフロントエンドエンジニアから見ていきましょう。フロントエンドエンジニアがよく使用する言語は HTML、CSS、JavaScript、jQuery の2つが挙げられます。フロントエンドエンジニアはウェブサイトやウェブサービスのデザインや構成を担当するので、HTML と CSS は必須です。また、JavaScript はウェブ媒体に動きを与えることができるので、フロントエンドではよく使われます。例えば、ウェブサイトを利用していると、画像がスライドして動いたり、ボタンにカーソルを合わせると動いたりしますよね。こういったウェブサイト上の動きに関しては、JavaScript が使われています。フロントエンドエンジニアがよく使用するプログラミング言語を確認したところで、ここからはフロントエンドエンジニアの役割について見ていきましょう。フロントエンドエンジニアはウェブデザイナーが作成した画像ファイルや写真などを活用しながら、ウェブ画面、ウェブページを作成するのが仕事です。フロントエンドエンジニアが担当する仕事は、ウェブサイトやウェブアプリケーションの作成業務が多いですが、基本的に
設計書に従いながらコードを作成していきます。フロントエンドエンジニアに求められる役割は案件によっても変わりますが、基本的には見た目が良く使いやすいウェブ画面を作成することを求められることが多いです。ただし、いくら見た目やデザインが綺麗でもユーザーが使いにくい画面は問題がありますよね。もちろん基本は設計書に従うことが求められますが、ユーザーの使い心地を考慮してユーザー目線で開発業務を行うことができるフロントエンドエンジニアが重宝されています。このウェブサイトやウェブサービスの見た目のことを UI、 ユーザーインターフェース、そのサービスの使い心地を UX、 ユーザーエクスペリエンスとも言います。フロントエンドエンジニア同士で UI、 UX をもっと改善しようといった具合によく使う言葉なので覚えておきましょう。ちなみにフロントエンドエンジニアについては概要欄の記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。次にサーバーサイドエンジニアがよく使う言語をご紹介していきます。サーバーサイドエンジニアが主によく使用するプログラミング言語は Ruby、PHP、Python、Java の4つが挙げられます。実はサーバーサイドで使われているプログラミング言語は多くあり、サーバーサイドエンジニアの中にも複数の言語に精通している人もいれば、一つの言語を極めている人もいます。どちらが良いとは言いませんが、初心者でこれからサーバーサイドエンジニアを目指すのであれば、まずは一つの言語を確実に習得するのがおすすめです。ちなみにサーバーサイドエンジニアが担当する仕事は、基本的には普段ユーザーの目に入ることがない機能の開発業務です。サーバーサイドではフロントエンド側から送信されるリクエストに応じて情報を送信するわけですが、データベースの管理やアクセスなどの仕組みを構築します。例えばウェブサイトでログイン情報を打ち込むとログインできますよね。この機能も実はサーバー側で情報を照らし合わせてログインできるかどうか確認しているのです。またそれ以外にも会員登録機能、自動メール配信機能、閲覧履歴の開示などの機能をサーバーサイドエンジニアが作成しています。サーバーサイドエンジニアはフロントエンドエンジニアの仕事とも関わり合っていますし、クライアントの希望を聞いた上で機能を作成することも多いです。サーバーサイドエンジニアには特に様々な人たちとコミュニケーションを取りながら働くスキルが必要になります。サーバーサイドエンジニアについても概要欄の記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。さてここまででフロントエンドエンジニアとサーバーサイドエンジニアがよく使うプログラミング言語やそれぞれの業務内容について解説してきました。ではフロントエンドエンジニアとサーバーサイドエンジニアの将来性はあるのか気になりますよね。まずはフロントエンドの将来性を見ていきましょう。結論から言うとフロントエンドの将来性は今後も期待できると言えます。フロントエンドの需要に関しては求人数を見てもわかります。大手求人サイトインディードでフロントエンド東京都の条件で検索すると3856件ありました。特に近年ではスマホアプリケーションやウェブアプリケーションの需要が高まっているため、アプリケーション関係の案件が多いです。スキルの高いフロントエンドエンジニアを求めている企業は多いので、先ほども解説した通り HTML、CSS、JavaScript、JQuery などのプログラミング言語を習得しておけば、フロントエンドエンジニアとして活躍することができるでしょう。さらに言うと JavaScript のフレームワークである React.js、Vue.js、Angular.js の取扱いスキルも身につけておくことで、より活躍の場が広がり、キャリアアップにもつながるはずです。フレームワークとはプログラミングの中でよく使用する機能のひな型のことで、フレームワークを使うことで効率的にシステム開発を進められるようになります。 HTML、CSS や JavaScript だけを学んで満足するのではなく、向上心を持って学ぶ姿勢が大切ですね。次にサーバーサイドの将来性について一緒に見ていきましょう。結論を先に言うと、サーバーサイドに関しても将来性は高いです。サーバーサイドの仕事内容は、ウェブアプリケーションやウェブサイトのデータベースの連携、データベース内の検索や保存などの機能作成、ウェブサイト、ウェブアプリケーションのバグ修正などがありますが、サーバーを活用する開発業務は多いので活躍の場はたくさんあります。またサーバーサイドの需要の高さは求人数からもわかります。インディードでサーバーサイド東京都で検索すると3324件の求人が見つかりました。フロントエンドエンジニアと比べるとサーバーサイドエンジニアの求人数は
ほとんど変わりませんね。またサーバーサイドエンジニアは細かく言うと、ウェブサイトやウェブアプリの要件定義、ウェブサイトやウェブアプリの設計、開発業務全般、テスト作業など幅広い業務に関わることがあるエンジニアです。 Ruby や Java などのプログラミング言語以外にも要件定義や設計など上流工程を担当できるようになると活躍の幅が広がるでしょう。ちなみに要件定義とは、開発するサービスのコンセプトや必要な機能などを考える工程で、クライアントから意見を聞き取るなどの作業もあるため、コミュニケーション力なども必要になります。また設計は要件定義で決まった枠組みをもとにして具体的なプログラミングの設計書を作成する段階です。プログラミングで可能なことと不可能なことを理解した上で設計をする必要があります。このようにサーバーサイドエンジニアは基本はサーバー関連の開発業務を行いますが、それ以外にも幅広い場面で活躍することができるので、プログラミング言語だけでなくコミュニケーション力などの面でもぜひスキルアップを目指してみてください。以上、フロントエンドとサーバーサイドの将来性をご紹介してきました。おさらいすると、フロントエンドエンジニアはウェブサイトやウェブアプリケーションの画面画を作成する役割を担っていて、主に私たちが普段見ている部分を作成しています。サーバーサイドエンジニアはウェブサイトやウェブアプリケーションのフロントエンド側にサーバーをつなげる仕事です。フロントエンドエンジニア、サーバーサイドエンジニアともにそれぞれ特徴があるので、自分に合った方を選んでチャレンジしてみましょう。もし学習方法やどんなエンジニアを目指すべきか悩んでしまう人は、サムライエンジニア塾の無料体験レッスンで相談してみましょう。無料体験レッスンでは、まずあなたのやりたいことや理想を話し合って、それを達成するための最適な目標や学習プランをご提案しています。無料なので気軽に概要欄の URL から予約してくださいね。フロントエンドとサーバーサイドの違いについては概要欄の記事でも解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。この動画が参考になったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもしていただけると嬉しいです。次の動画も楽しみにしていてくださいね。ではまた次回お会いしましょう。エンジニアって稼げそう。流行りのリモートで働ける企業も多いし、エンジニアに転職して働きたいな。でも何から手をつけていいのかわからないし、プログラミングってなんだか難しそう。このような悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。実際にプログラミング学習者を対象に行ったアンケートによると、プログラミング学習者の 87.5%、 つまり10人中約9人が挫折を経験しているという結果が出ています。最近では独学でプログラミングを学べる環境が整ってきていますが、ただ闇雲に学習を続けてもプログラミングを習得して目標を達成するのは難しいのが現状です。そこでサムライエンジニア塾は、これまでの指導実績をもとに、プログラミング学習に成功する人は普段どんなことに取り組んでいるのかを分析した結果、成功者の多くが目的・目標が明確で、それに合わせた学習プランがある、常に相談できる人がそばにいる、自己解決能力が高い、この3つを兼ね備えていることが分かりました。サムライエンジニア塾では、初心者でも学習を成功できる環境を作るために、オーダーメイドカリキュラム、オリジナルサービス開発、マンツーマンレッスン、この3つのサービスを提供しています。オーダーメイドカリキュラムは、学習目的に合わせてあなたにぴったりな学習プランを作成しています。学習を通してオリジナルサービス開発をすることで、企画から開発までの流れを学べて、自己解決能力を養うことができます。そして基礎学習からオリジナルサービス開発まで、専属の現役エンジニアがマンツーマンレッスンで指導をしています。今までに全くプログラミングに触ったことがないという方もご安心ください。サムライエンジニア塾を受講される方の 90% 以上が未経験からプログラミング学習を始めて、 94% の人が転職に成功しています。受講はオンラインでもできるので、パソコンとインターネット環境さえあればどこでも学習可能です。あなたのライフスタイルに合わせてご利用いただけます。あなたもサムライエンジニア塾でエンジニアデビューを目指しましょう。無料体験レッスンもやっているので、概要欄の URL からチェックしてくださいね。